きっとね。あ、始まってる始まってる始まってる。いじめだこれ。よろしく。おはよう。おはよう。何中、どこ中みたいな感じそれ。お前に、お前に夢中で。お前に夢中、アイモン中。カズヤ目大きくなったね、かっこいいね。カラコンしてるんで。あ、うん、かっこいい、カズヤ。14.5。14.5、でかいね。うん。その辺の女の子より可愛いよ、カズヤ。でしょ。知ってる。それは知ってる。可愛い。よろしく。カラコン可愛いね。イッサ来た、イッサ。お、友達。友達来たよ。イッサ、友達。あの、あれ、あれ。え、イッサ真ん中、友達じゃん。友達じゃん。あ、どうも。友達だろ。このメンバー初めてやな。ね、初めて。確かに。同期メンバー。新鮮。で、生き残りメンバー。ロマンスの。そう、これナチュラルだから。ナチュラル生き残りメンバー。すんごい名してんね。すごい名、そうそう。で、俺もこれ買ってよ。そういうことだよ。カラコン結局俺のサングラスの似合わなさやばくないですか。サングラスがちっちゃいから顔がでかい。顔がでかいのか。誰が顔でかい。顔がでかくて誰が顔でかい。クソウケる。俺の顔がでかいだけ。サングラスは普通サイズ。やべえ、超楽しい。とりあえず赤チェック、すいません、乾杯しましょう。乾杯。イエーイ。もうすんごい溢れてる。KP なみなみ KP。 ああ、ちょっと気分いいな、この売れてるホスト感。ちょっと遅れてくるみたいな、予定ありましたみたいなやつな。気分いいわ。え、オープニング、オープニングどうぞ。やいや、いっそ泉山かなって言ったの、カズヤ。友達やんとか言ってたよ。そう、友達やんや。友達やけどさ。で、これ満杯つ…これ、あのね、なみなみについてたんだけど、俺とカズヤで、いっそのグラスだけ真ん中に。で、ね、友達やろっつって、もう杯交わそうぜみたいな感じで飲めよみたいな感じで、一気飲みさせようと思ったんだけど、なんか、そうそう、この中で誰が一番売れてるんですか。いや、それいっそだよね、マッチョくん。このサングラス見たら分かるやろ。このサングラスぐらいマジで似合わへんな俺。こんな似合わんもんすか。サングラス大体似合うでしょこれ。なんかワンピースのキャラにいた気がするよ俺。なんかこの形大体似合うけどな、人間。なんか悪そう、悪そう。悪そう。あ、四コールしてるやつ。で、誰が顔でかいやん。あ、まあ、チェイキさん。うん、なんか、まあ。違う、絶対そういう作りになってるサングラスだよ、これ多分。あ、これちっちゃいよ、よ。うん、だからちっちゃいやん。やろ。ちょっと、無理かけないです。いや、なんか悪い、なんか悪い。どんだけ言わないで、マジで。悪さしてそう。一生かけへんもん、サングラスマジで。全部捨てたんだよ、ほんまに。エロサングラスだって。いや、エロサングラスね。これかけ、かけてもらっていいですか。うん。これでも形いいな。ちっちゃく見える。誰が顔でかいやつと。俺、誰が顔でかいサングラスの大きさっすよ、これほんまに。小顔効果しようよ、そしたら。なんかペンあるし、小顔効果。それでも異性やろ。いや、これ多分水性だと思う。なんでやめろ、それは。だいぶ友達やけど。おにや。え、友達じゃん。友達じゃん。友達じゃん。友達。仲間じゃん。仲間や。ね、やろうぜ。やる？どうなっちゃうか、やる？このメンバーいいっすね。やっちゃう？これ。一回カズヤ、私。このメンバーで火食ったんじゃん、なんか。あ、そう、俺とカズヤで火食った、一回。な。そうそう。だりな。
一茶だりややっぱ一茶だりや一茶だりや、カズヤどうする？カズヤ顔でけえし誰が顔でどうするカズヤ。だって実際今このさ、画面越し見てさ、俺ちょっと引き気味にしてるけどさそんな変わりないもんな、うん、これでちょうどやもん。3代目にいそうっすよね。ああ、いそう、いっさん似合せてるからね。うん、いっさんかっこよくない？カズヤうそやろ。うん、もっと褒めて。かっこよくない？ちょ、コメントをもっと褒めて。かっこいいかかっこ悪いか、かっこいいかかっこ悪いかって言ったら、うん、どっちでもいいですよね。どっちでもいい。どうでもいい。1分だけ俺を褒めるやつして。あ、じゃあ1分だけ褒めるか、はい、俺の今からこのあんま俺のことわからんと思うけど褒めまくって。褒めよう。あのね、俺めちゃめちゃこれ画面見て思ったんだけど、ここがいい。うん、ここ、あ、これあ、この髪型。あ、違う、ね、これ、うん、ここの、あのね、こんくらいだけさ、このなんか横にさ、ピッて平行になってる。そうこれ、ここ好き。ここの部分だろ、いいっすよね。いいやろ、好き、はい、でも、もっとこれかけると思ったらどうですか。これかけると思ったら、これかけたらもう締めふふこれだ。あの、ポンポンスコポンみたいなそれ違うか、ごめん。めっちゃかっこいい。コメントがすごい。ほらほら、イッサ厳しく見えないやっぱそうやんな。だからみんな俺のさ気づいてないんだ、まずほらイッサ好きすぎる。赤チェックが似合わないけど、他の子いないですよね。嘘です。うん、嘘です。歌舞伎町歩いてもこんな赤チェック、ほらもうまあまあだんだん、ほらあの、あれが嘘だけど好きです俺かっこいいと思うべよ、イッサは。あ、これ気持ちええわー、マジで。何がコメント気持ちええ。イッサ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 、うん、イッサって名前かっこいいっすよ、あのね。まずね、何が今度シャカドイーあ、これ怒られる、これしたら怒られるとか。大丈夫大丈夫、怒られる。かまへんかまへん。ほらもうありがとう、もう満足した。今日俺も大好きだって、イッサさん。うん、俺も大好き。イッサ人気者だからな、ほんと。誰よ、美しい。バレンタインでチョコ何個もらうんですか？あ、平均して？平均して。やっぱかっこいい、やっぱイッサだったらさ、もうビューデン絶対めちゃくちゃあるの。ビューデンすごいよ、俺バレンタイン。もうバレンタインですからね。ね。あ、そうそう、バレンタインだよ。そう。中学校の時に、うん、その俺の世代がもうイケメン世代って言われたの。めっちゃイケメン。え、それ後輩の可愛い子も先輩の可愛い子も全員俺らの世代の誰かが好きみたいな。ああ、もうそういう、もう伝説の時やって。やばい。俺それはもちろんイサさんも。そうそうそう、俺6個もらって5人ブスやったよな俺だけえ、チョイさん、面白いじゃんか笑えよ。いや、笑えよ、それ今面白くてお腹が痛いよ。オチ終わってるから、俺面白すぎてお腹が痛いよ。俺のオチ終わってるから。あ、でもそうやな、失礼やんな、ごめんな、そういうこと言って。はい、はい、丸、丸、はい、どうもすいませんでした。丸、ブサイとか思ったことないです。はい、まあね、俺ブサイクこの人いないと思うもんね、中瀬は。確かにな、そうですね。お前ね、うん、大体ハート大事だからね。女の子はやっぱハートやからな。ハートでまあね、うん、そうやな。いや、俺もそれ思ってた。いや、いや俺なんかしな、思ったことないな。いや、一切うさい。このさ、この君もそんなイケメンやないでってさ、これマジでやめてから君もとかやめて、気づいてるからそれ。君ってやめて、ほんまに傷つく、マジで。そのコメントもあるね。一切って言ってさ、やめて。君はマジで傷つく。ガチ立ち直るやつやから、これ本当に。どんな子が好き？どんな子が好き？俺は大体タイプだな。伊佐さんは？いやらしい子。え？セクシーな子、俺は。ちょ、なんか拾ってなんでもいいから拾って。まあね、この空気やめてマジでやりもくかよホストでやりもくとかやばいやろ、マジでやりたいだけやな断蜜。断蜜はあんまりやな、俺。俺も断蜜あんま好きじゃないな。マナちゃんの方がまだいい。マナちゃんってですか？橋本マナミ。あ、マナちゃんってもんだ、いっちゃんは。マナミも可愛いけど、さとみだ。ほらもう
トモヤさんね、トモヤさんかっこよすぎて画面壊れるからね、トモヤさん来たら。あ、アスカキララ俺一番好き、うん、今俺の中で第一位一戦めちゃめちゃ単純だから、ほんと佐々木希とかより全然、あ、伸びしたあかんの、アスカキララさん、お前これ見てたら、アスカキララを可愛いっていうやつちょっとダセちょ、待って、いやいや、アスカキララできるってなったらいくら積む、いくら積むやろな、まともに考えんなよいや、いくらまともに考えんなよ、そこら辺でラチればいいじゃん、マシッツ、ニブラッツいくらも積まん、頑張ってそこまでたどり着くわ、AV ダイになってリアルにいくらぐらいですかね、やっぱり、いや、AV ダイになって頑張ってたどり着く、それはカズヤ、いくら俺はまあ、10ペソぐらいですかね10ペソ ペソと、こんなあれなのペソってどこの国やろ逃げまーす、カズヤ、サングラス逃げまーす金額、あ、ごめんなさい、もう怒らんといても怖いな、ナイトチューブ、ほんまにコメントナイトチューブはビビんないっすー怖いから怖いな、コメントが優しくして、ほんまに優しくするよ、俺は。じゃあ、なんかしよう、今から、早くねえ、今日何も考えてないわ、何喋るか考えてないのに、そうそうそう、いきなりだったからな、そうそう、うん、前の時は火食った時は風やと一緒に、じゃあ俺がさっき初回でクソ滑って話したのかな俺がおもろいと思って今日一日して考えてきてクソ滑った話、いやでもクソ滑るからしない方がいいか、俺はどっちにしろ全然俺の話聞かへんや、2人とも喋ってんのに全然拾わへんよ、マジでギャルと清楚どっちが好き、ねギャルでしょ、それはギャルで、見た目、どういうギャルがいいですか、見た目ギャルで心が清楚が一番俺好き、あー見た目はチャラいけど話してみれば少女みたいな、うん、これはマジでやばい、うん、なるほどね、赤チェック頑張りまーす、セクシーなギャル最高やな、最高やな、白受験大丈夫ですか、赤チェック頑張れ、これもかっこいいな、ヒーヒーヒー、よかったこれ、何カップが嬉しい、これ買った、うん、新着、新着、新着か、新着買っとけ、何カップが嬉しい、何カップだろうな俺 D よりの C が一番いい、うん、でもいいや、おっぱいがあれば、おっぱいがあればいいですよね、おっぱいがあれば大丈夫、なんかおっぱいがあれば大丈夫、女の子だったら大丈夫、全然大丈夫、小田組は中身もギャルじゃん、ギャルいいね、何でもいい、高田組ね、みそのやったら、でも俺高田組の方がまだいいわ、あ、みそのさんやったら高田組さんどんだけビビってんだよナイトチームビビんなってさんじゃんビビりすぎっしょ、お前何様や何様やって言うたら、あぶみそのさんやった、いやでもインスタの言ってること間違いない、ネットもだからね、まあ、そうそう、ネットの人敵に回すとね、もうやべえからね、ネットの人やばいだろ、怖いよ、誰も何でも言えたら、インスタが多分喧嘩なんじゃんなんか何番の人コメントしたやつなんとかって言った瞬間にインスタのね寮にねピザ100枚ぐらい送られてくるからわさわさな、いやそれありえ、僕頼んでないですとか、いやネット怖いからね、マジでホンピザ100枚ぐらい来るよ明日、ネットはね怖いっすよ、ネット怖いよ本当、もうサクッてもう住所特定されて本名特定されてもうピザ送られっから、うん、もうそれしか俺はもうないと思う、それ YouTuber みたいな、もうほんと、うん、怖いよー敵に回さん方がいいよなんかほんと、うん、だからもう下手に行った方がいいっすよ、うん、基本的にな、下手に行って下手に行ってピザ100枚送られろー、あピザ100枚嬉しいけどな普通に俺いやいや払うんだよ、いや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 金払うんだよ全然嬉しいやんそれ金払うんだよそれ、ピザ100枚送るんだよ、ピザハート20万か、 あなた頼んだぞピザみたいな、あカレー、俺のことよしてや、カレーやと届けてくれほんまにカレーやと払うわマジで美味しい、そう銀座に1万円のカレーがあんの、日本一高い、特定されるかね、鈴が特定されるぞ、俺のカレー話全然興味ないないやでもインスタぐらいもうハッピーエローやったらカレー100個届いたとこでなんかああ嬉しい100個届いたとか言って、食うよ、ね、冷凍してな、
ちょっと1回だけかけてもらっていいですか。あ、これか1回だけ CM お願いします。 CM どうぞマジなんだよ。ギブナダシル。お、誰だタンクトップ粗末にするやつは。タンクトップを大切にできねえやつは姫を大切にできねえ。初心に戻ってやり直せ。友達じゃん、実は。じゃあ一回火食えば。じゃあ、自分から振ってきたぞ。いや、それ食べたいっすよ。自分から振ってきたよ。それ食べたいっすか、うん、あ、だって儀式一切やってないもんね、あ、そういえば、うん、カズヤ、うん、俺とカズヤ、火食ったじゃん。うん、食べましたね。しかもイケメンがいないとかマジでやめてよ、お前。イケメンがいないっていうのはちょっとね、あれだよね。イケメンだよ、いろいろと俺ロマンスナンバージンではない。そう、火食いたいよね。あ、でも入ってるよな。あ、一応ね、千秋さんはナンバージン、千秋さんはナンバージンで、でもこの順番やな、だから言うたら。え、儀式しよう、儀式、儀式しよう。イケメン、大丈夫、一切イケメンだから。レオにいた、一のせい。まだね、あのイケメンいないって書いてる人はね、多分コンタクト買い忘れてるんだと思うんだけど。そうやな、一切の顔が見えてないもん、うん、逆にコンタクト買わへんほうがイケメンに見えるけどな、ぼやけて。いや、ちゃうねんどすね、ちゃうねんどすね。あ、そうやばい、あれ、あれやで、いっちゃん自分のことイケメンと思ってるのって。誰が、イサ、自分のことをさ、自分のことイケメンと思ってるの。それはみんな持ってるでしょ、イサ。めちゃくちゃ持ってるよ、めちゃくちゃ持ってるよ。嘘くさ関西弁な、うん、そうそう、エセ関西弁、エセ関西弁やで。俺はめちゃくちゃ持ってるやん、俺速攻売れると思ったもん。地元ではね、結構かっこいい方だったよね、みんなね。半年でも看板乗ってると思ったけどな。やっぱ痛かっこいいね。そう、痛い、そう、痛かった、マジで、うん、マジで痛かった。でも今はだって俺初めて入った日さ、うん、俺普通にその日散髪して、先生、ま、その話長いですか。はい、長いですけど。先生、トイレ行ってきていいですか。先生はトイレじゃない。先生はトイレじゃありません。立派な肉便器だ、お前は。いやね、とりあえずあの火を食べよう、イサ。火を食べよう。だってさ、火を食えばさ、もう丸く解決するわけじゃん、全部、うん、って思わないか、せよ、うん、ね、なんなんこの人たちやって、なんなんこの人、なんだろう、何やろな。じゃあ紹介しようか、そしたら俺が、うん、紹介しよう。この前俺自己紹介したもん。あ、紹介したの、うん、改めてしてあげようか、うん、じゃあ、まずそれ、とりあえず、伊勢さん、伊勢さんめちゃめちゃ顔でかくないっすか。遠近法、伊勢さんめちゃめちゃ顔でかく、誰が俺の顔でかくて、ちょ、お前、なんかちょごめん、いらんこと言った、今の。いや、楽しい、顔面が埋め尽くされてるやん、顔でな、半分以上な、顔でな、この差でやだって、すごい、すごいな。でも実際さ、やっぱこう肩に対して顔でかいもんな。でもフォルムいいっすよね、伊沢さん。あ、いい、伊沢さんのフォルム、伊沢さんのフォルム俺結構好きっすよ。そう、うん、え、みんなもそう、うん、俺のフォルム好き、すごい、ちょうだい、コメント、額で顔が埋め、画面が埋め尽くされて、あ、自分の一番のアピールポイント教えてくださいって。筋肉、これ行こう。ああ、要潤に50発殴った状態、やったぜ、めっちゃわかる、やったぜ、よく言われる、やったぜ。でもこの前言われたのが、50発殴ったら結構、50発殴ったら結構、原型が高い。この前言われたのが、
俺の顔を先発殴ったらマナスさんいけそうって言われた。嬉しくない？原型なくね。マナスさんを先発殴ったんですよ。違う、俺を先発殴ったら寄るんちゃうって言った。え、そんなことはいいね。アピールポイント、自分のアピールポイント。あ、俺馬面やんな、確かに。でゴリラ顔ってよく言われる。バナナが好き、イッサは。うん、早くアピールポイントやって。あ、俺のアピールポイント、こんな紹介できるときないから。これ来るかもしれんからな、マジで。俺のアピールポイント、でもこれでなんか LINE とか来たことない。俺ロマン初回行こうとしたら外反にキャスト年齢そう上だから行かせてくれなかった。ああ、若いのにな、ね、うん、ここいるの、ここみんな若いよ。25以下だよ、まあ、平均的に見たらね。うん、俺25、3チャイ。バナナ投げて、バナナ投げて、ちょっと早くアピールポイント、ちょっと早くもう話進めよ、ちゃんと。話進めますか、真面目か、真面目か、いいっすか、進行しよう、真面目か、分かった、そしたら、うるせえな、こんなアピールポイントか、そんな新人だけで出れるときないから、まあ確かになかなかない、アピールポイントね、あ、確かに、年近い出てる、でも、じゃあもういけるやん、うん、やった、コメント読むの下手、俺と、それ才能の問題から司会が俺読まねえからな、お前は出てる時も適当だろ。早く、うん、アピールポイント、俺のアピールポイントか、何でしょう。セックスが好きです。よろしく、よろしく、よろしく、ちょっとアップになった、よろしく、マクロストン、よろしく、次次カズヤ、次カズヤ、俺は一発ゲームまで、ササ221ドンドンドン、ドンキー、ドンキーコングー、バナナあげちゃうよ。はい、逃げます。はい、次、あ、アピールポイント、イッサやん、次、最後が今の俺のアピールポイント、そうそう、イッサ俺のアピールポイント、うん、やっぱ俺はね、実際のまあ、顔ロマンス、まあ、25歳って年、落ち着きもあって喋れてで顔良くて枕はしたことないし、楽しませれるタイプのホストかな、やっぱり俺は。こう回せるし席も、うん、そんな感じ。ちょっとはい、グイーッって一回ちょっと下げます飲んでくださいよって本当にね、うん、まあ飲むっていうの大事じゃない、これ滑って飲むっていうのは大事だから、うん、大事、うん、滑って飲んで滑って飲んで結局は飲むってね。まあ言うて前回俺枕しまーって言ったんであ、じゃあ伊勢いくらから枕してくれんの。それは結構大事ですよね、うんうん、おいくら万円、おいくら万円か、おいくら万円、初回来てくれたらしてあげるよみたいな。イッサのい、おイッサいくらだ。あ、俺の値段、うん、うわ気になるんか、気になるな。まあ正直言ったら別に何でもいいかまあメルカリに売ってたらまあ、うん、ああそう、メルカリに売ってたらいくらだろう。3円来てくれて楽しかったらな、全然いい、うん、メルカリだよ、メルカリ。イッサがメルカリ出てました。初回枕はなあんまり。初回枕は。いや違う、メルカリで、メルカリにイッサが出てましたからっつって、うん。いくらでしょうか。いくらで買えますかって話です。ああ、俺を、うん。あ、それちょっとやろうコメントで。俺がメルカリでした。いくらで買えますか。イッサがメルカリ。これやろ。買う？いや。いや。買わない。買わない。これを買ったらさ、コメントが。もうら2000円わ、でも2000円すげえじゃん、2000円すげえじゃん、すげえ。初回2万円のに、いや関係ない、メルカリだもん、メルカリ、はい、そうやな。だってありがたいと思った方がいいよ、2000円で買ってくるんだよ、ほんと100円な、100円、うん、あ、100均売ってる、買った。いやすごいよ、俺買ったら食費かかるよ、めちゃかかるよ、イサ、あ、めちゃ食うよ、イサ、あってから3000円もらうとかやめて逆に取られるのに送料だけ送料こっち持ちですか、それそう、電車で自分でイッサが会いに行って3000円パクられる
多分やから10人ぐらい囲まれるんだろう。散々出せ。どんだけ俺のこと嫌いね、これ。俺は好きっすよ、伊佐さん。俺は伊佐さん。俺も好き。俺伊佐さんのこと好き。そうやろ。いや、めちゃめちゃ好き。うん。ね、俺ら一番好きやな。友達じゃん。友達じゃん。髪型がまず好き。伊佐さんの髪型が、伊佐さんの髪型まず好き、俺。なんかこんだけさ、400件ぐらいコメントあったら一人ぐらい俺のこと好きなやついてもいいと思うけど、さっきいっぱいいたよ、だってでもこれ、うん、ほら、500円あげるって来てるよ、うん、ああ、嬉しい500円来てるし2000円で買うって人もいるし、あ、マジ俺2000円いるじゃん、2000円めっちゃす、いいなめちゃ売れてるやん、ああ2000円あったらだいぶいいな、めちゃめちゃいい、いや、出せよ、やっ3000円出せよ、やっ出せよ、やって逆払い大体いいコメントしたら嘘だけどが多いし、照れてるだけよ、照れてるだけよ、照れてる、みんな照れてるだけ、ほんと女ってそういうとこあるよな、女ってそういうとこあるから、これね、一つ言わせてほしいけどね、初回のついてもさ、あ、私無理ですみたいな、そう、照れんなよみたいな、あ、そう、みんな一緒のこと好きだから、確かにみんな好き、天の弱な女の子多いよね、そうよ、みんな好きだから、ほんとグイグイ来たら、行くのにみたいな、そうそう、サングラスかけて待ってんのにみたいな、散々言うのいいですか、それメガネ外そうじゃ、考えてくれる、僕やった、うん、ほら、照れちゃうなって、ほらあっち初回ナンバー陣はね、つくよ、うん、座れよって聞いたことある、後輩です、はい、え、もう1分前やって、これ何も喋ってない、どうしよう、やばいやどうしよう、これやばい、本当にもうマジで、火食えって早くどうしようね、もう落ち作れって早く火食ってもちろんね、作んないとね、これやばいね、これね、早いね、今日、うん、早いな、めっちゃ早かった、うん、早い、楽しかったですね、ハイパー早い、なんか今日早いっすね、1分前から盛り上げて早くよし、これらの真似、これらの真似、これらの真似、いや、さっきのでよかったよ、これであの、チンパンジーね、チンパンジーおもちゃのちょっと、別に入れてる場合じゃない、まあね、なんか、ないんか、あ、今日、2月はあ、そうそう、来週バレンタインだからね、シロさんのバースデーもあるし、バレンタインデーイベントもあるし、あるし、ユースさんのバースデーもあるし、あるし、忙しいよロマンス、みんなぜひ遊びに来てください、みんなチャリで来てね、チャリで来て、よろしく、忙しいよ、チャリで来た、バチバチ、歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす、アンタッチャブル柴田でーす、よろしくお願いします、なんで僕が言うサントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送ネオからスライデー、じゃあ番組が盛り上がるための一発芸よろしくお願いします、どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。